よし、こんばんは。イエーイ。<laughs> 多分さっきぶりな方もいらっしゃるかもしれません。さっきぶり。イエーイ。<laughs> はいということでキャッチフレーズしていいですか？じゃあキャッチフレーズするね。行きます。福井県といえばカーニキャリュウ。はい、ヒユーカー。 とといいううここででで皆さんんんばんは坂尾ひくでございますお元気でしょうかもうただいまの時刻は9時16分ということでちょっとねもう寝ないと良い子は寝ないといけない時間になってるんですけど先ほどお話し会が終わってまあねもう本当にこのお話し会期間の中前のお話し会と 今日のお話し会までの期間ですごいいろんな出来事があったので本当にもう今日のお話し会は人それぞれみんな違う話題だったりとかその期間の間にあったことだったりとかいっぱい話しましたね楽しかったですまあでね話したんですけどやっぱり話し足りないということでまあ、こうやって配信を させてていいただいておりますちなみに今日の髪型はじゃーんリンゴちゃんヘアでした髪を切ってねちょっとアレンジしてみようかなと思ってどういうアレンジがいいかなと思ってき、まあ、今日はちょっとなんだろうスポーティーな感じの若干子供っぽい感じの髪型にしてみました。 はい、<laughs> ありがとうございますよかった結構好評でしたりんごヘアはいということで、まあ、今日はですね何を話そうかということなんですけれども、まあ、テロップにも書いてある通りじゃじゃんアップティー解説配信を今日はしようと,思い,まーす <laughs>、はい、ということであのアップティー皆さん知ってますか アップティねめっちゃ可愛い歌とともに、まあ、AKB のメンバーさんとそしてヒロゆユキさんがね映ってらっしゃるそうなんと CM がね「アップティの CM になんと AKB のメンバーさんが出てたりだとかそうそれを記念してなんとメンバーみんなのデザイン T シャツパーカータオルが。 販売されるとということでまずはおめでたーいわーいいやーまず CM ってすごくないしかもあの振りめっちゃ癖にならない歌もだし<あ> <laughs> ななんんかこんな私もちょっと覚えたいんだけどもそうもう本当にめでたい私もね映りたかった正直もう踊りたかったみんなと一緒にこうやって <laughs>。 そう,そうですでしかもグッズというか、まあ、自分でデザインしたものを販売するっていうのは私は生誕グッズとか以来以外ないんでもう本当にハッピーそして私にとってはチャンスということでそう,うめでたいですよめでたい。 だから私はね、まあ、皆さんご存知な方も、まあ、ご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけれどもあの絵を描くことが好きなんですよそう実を言うとね絵を描くのが好きで、まあ、趣味何ですかって聞かれたら絵を描くことですっていうぐらい絵を描くことが好きなんですけれども、まあ、今回ですね私たくさんたくさん今回このチャンス逃しちゃいけないと思って考えて考えて考えまくって今回。 T シャツパーカー、タオル3種類全部違うデザインで作らせていただきましたじゃあまずその3種類全部違うデザインっていうのもすごいことだしあの生誕の時とかも自分でいつも書いてやってるんですけどああいうのは大体ね1個だけでいいんですよデザインが。その、ね、そうだけど今回は3種類もデザインが作れるということで嬉しい そうでしかもパーカーカは初だよね T シャツとタオルは普段もあると思うんだけどパーカーはなかなかないんじゃないかな。そうということで、まあ、今日はねもうその今回のチャンスに込めた思いだったり、まあ、こういうポイントとかもう皆さんがこれを聞いてみていやひゆかちゃん天才欲しくなりましたってなるようにちょっと今日はババン 紙にまとめて、イラスト付きで、しっかり手書きです、全部。で、書いてまいりました。ババーンということで、もうちょっと早速時間がないので、一つずつ説明していこうと思います。はい、まずは今回のデザインテーマ、こちら、ババン。男女、あ、老若男女関係なく。 みんなが着れるここポイント関係ない老若男女関係なしみんなが着れるはいシンプルかつこだわりこだわりあこだわりたくさんデザインということでもうこのまんまなんですよ本当に今回のデザインはみんな着れる、ね、しかもシンプル普段着も普段使いもできる。 ですが、ちょこちょこ私のこだわりポイントがあったりとか、そうまああるわけ。まあこんなね余韻に浸ってちゃダメなので早速やっていこうと思います。はいまず T シャツです。なんと私着てます。はいあのねうまいことこうやってねやってると見えないと思うんですけど着ておりました。はい実は今日オンラインお話会の時も着ておりました。 残念ながらあのオンラインお話し会とかもここしか映らないから多分分かんなかった方が多かったと思うんだけどてました早速今日いただきましてあの着、ー、た瞬間ね可愛すぎるどう考えても私天才かなって <laughs> 思っちゃいましたちょっとよく見てほしいですちょっと皆さんご覧になってじゃーん T シャツはこんな感じはいなんとこちらここにも書いてありますね。かがやきということでみんな大好きかがやきちゃんのデザインにしましたーかわいすぎないねえめっちゃかわいいのよ。見て見てよーく見て。じゃあこれを見せながらちょっとイラストも一応描いたんだけど多分こっちの方が見やすいので。 ここれを見せながら皆さんに解説していいうと思いま,すまあ今回のこのポイントとしては普段私輝きちゃんよくねあの皆さんに描いたりイラスト描いたりするんですけどいつもの輝きちゃんとはまた違って今回はちょっと調子に乗った輝きちゃんと言いますかねこのにっこり笑顔そしてこの口のドヤ顔そしてダブルピースもう完全に調子乗ってますねうん。 そう、これでです。でもこここがポイント。このなんかゆるい, <laughs> みたいな顔がポイントでそう、あのー、ドラマとか見てくださった方は分かると思うんだけど輝ちゃんって意外となんか調子に乗ってたりとか生意気な感じなのねだからそれをちょっとこのニコちゃんとこのちょっと斜めった口で再現してみましたでしっかりダブルピースイエイということでこれ実はまあカニ はい、あの私の「キャティフレーズカーニー」のちょっとねそれも含めてダブルピースということで、はい、それポイント一つでそしてやっぱりねこのイラストのテイストもちょっとラフなんか凝りすぎないあえて線が細かったりとかしております可愛い,いはいでそしてまあなんといってもこの服の中心の か,がやきかわいすぎないこのさゆるい輝きみたいな感じがいいんですこのイラストに合っていてまあもちろんこの輝きも私の手書きでございます手書きフォントでやらせていただいておりますまあそれでねちょっと星なんかピピョッと飛ばしちゃったりしてで <laughs> あの実は頭ですね これ私あの偶然だったんですけどなんとここがちょっと笑ってるように見えるのねなんか笑顔に見えないこのマークが別にそんなつもりはなかったんだけどそうだから輝きちゃんも笑ってるけど頭も笑ってるっていうめっちゃ可愛いデザインになってますだからもう着るだけでニコニコしちゃうよ輝きちゃん T シャツということで可愛くない フェンシン写真とかも撮ったのでぜひそれはあのインスタとかツイッターとかあク X とかを見てほしいんですけれどもちょっとね今日私が着てる感じとしてはミニあ女の子はぜひこれ参考にしてほしいし男性もぜひ参考にしてほしいんだけど今日はねこういうなんかちょっとスポーティーなやつにの中に着たりだとかそう私だとロングブーツに パパンンでこれ着たりとかちょっとラフな感じで着るのもこのデザインと合ってて可愛いんですよ。えめっちゃ可可愛愛くない可愛すぎないいすぎでこちらね T シャツ色が変えれるみたいでそう好きな色に変えれるんだってでもう何色にしてももちろん可愛いいイラストになっているんですけれどもあの今着ているこれちょっと黒に見えるかもなんだけどよくよく見ると。 ネイビーなんですねそそううちょっと青系そうだからもしこれで着たいよって方はそのままネイビーでやっぱり輝きちゃんってことなのでおすすめカラーはやっぱり青系ブルーなんかあったないろいろブルー系は他にもネイビー以外にもちょっと鮮やかな色だったりとかもあったので私のおすすめとしてはそんな感じでも何色でも本当に可愛いので是非迷ってる方は自分の好きな色にしちゃってください。 しかもさ、やっぱりこのネイビーに白をイラストっていうのがまたいいのよねえかわいいこの仁王立ち感もかわいすぎる私がデザインしたんだけどねかわいくないいやーまさになんかこうやって実際に着てみると嬉しいなデザインしたものがさ嬉しい 私ののはここれでですすねももちろんもうこのまんまですネイビーなんかねこの色がすごい着やすいじゃん普段もちょっと暗くてまあでも黒じゃないからそこまで重たくもなくみたいな「めっちゃ可愛くない?ね」ねえ愛い,いということで、まあ、T シャツもぜひゲットしてほしいもう T シャツなんてね何枚あってもいいですから。 もう特にねライブとかも暑いから半袖なんて必須じゃん一緒に来ましょうお話し会とかもお揃いしたいからさぜひゲットしてくれたら嬉しいですゃあ、はい、続いて続いてはねちょっと実物がないのでイラストを描いたのでそちらで紹介させていただきますじゃんこちら続いてはどこののブランドのロゴよーく見たら イニシャルパーカーということではいパーカーのはいになっておりますパーカーになっておりますで今回のパーカーのデザインがこちらじゃじゃーんちょっと再現難しかったんだけどこんな感じこれよく見たらえう一見おしゃれロゴどこのブランドですかって聞きたくなるようなもんじゃないですかこれよく見てほしいんですよ なんか英語が入ってませんかなんとこちら私のお名前坂川日ゆかと申します坂川の「S」と日ゆかの「H」重なっちゃってるんですよねそう 実は私っていう隠れ私、うんだからまあもしかしたらね、まあ、いないとは思うんですけど、まあ、私も好きだけどまあ他の子も気になっちゃってるよって方でもねバレないでしょこれ着てても私しか気付かないかも隠れちゃってるよって方でも着やすいよっていう <laughs> だから本当に誰でも着れるよっていうやつですはい まあ私推しの方はもちろん着てほしいですけどもまあ、ちょっとくれて、まあ、ちょっとまあ他の子も気になるけど、まあ、ひゆくちゃんも気になるかなみたいな人でも着れますはいほんまにあの素晴らしいですすははいいさんも着れます <laughs>、はい、でポイントこれまとめてあるんですけどもうほんとにこのまんまですねかわいいとかっこいいを兼ね備えたおしゃれロゴ。 よく見ると S と H があるはいという感じでそうだからもう本当にシンプルだけどちょっとおしゃれな感じだからすごい着やすいと思いますそうあと、まあ、男性はもちろん女性もねちょっとかっこいい感じの方が強いかもだけどでもね可愛いいのよこれ着こなしでどうにでもできちゃうっていう シンンプルかつおしゃれデザインであ、ここにも書いたんだけどなんかこの H のさここがさちょっととんがらせたんですよそれがちょっと悪魔の角っていうかっぽくてかわいくない角です角皆さんかわいくない <laughs> 超かわいいのそうだから絶対 ちょまだ手元になくて私もどんな感じなのかわかんないけど絶対可愛いのでうん可愛い以外ないのでぜひ皆さんゲッツしてくださいはいでこちらはですねおすすめカラーとしてはレッド私はね最初はバーガンディーっていう色ちょっと暗めこちらも赤すぎず暗すぎずまあ、こんな感じですねネイビーみたいな これの赤バンバーガンディーっていう色だからレッド系が私的にはおすすめですでもこれもね何色でも絶対可愛いので是非ゲッツしてくださいいやーもうパーカーなんて何本あってもいいですからね <laughs> もうねこれで半スでこれ来ましたとこれ可愛いいやでも最近夜が肌寒いよねってうんこれ貸すよえ何 何このパーーカーかわいいそうそうこれおしめんのやつでさこれできますよ皆さんやるべきそしてゲットするべきうんほんとになんかね最近難しいじゃないですか春とかさその調整がさ気温のあえヒロさんクマタワーコロネタワー ありがとうございますヒロさんもゲットしてねこうやってやってね「寒い」ですよねパサって言ってそうこれの上から羽織っちゃってもいいしもう何にでも使えちゃいますからそうあと上着とかもね何にでも合っちゃいますからもう是非ゲットしていただきたいそうそこまで私なんかねうん何て言うんだろう 普段着も普段着にもできるそうですだから是非普段着にもしちゃってくださいそして現場にも着てくださいお持ちしておりますはいまあ、そんな感じですねちょっと早口になってるやばい <laughs> ということで続いてタオルですねタオルこれはまた可愛いんです皆さんちょっといいですかお見せしますよじゃん タオルのコンセプト的にはこれを持ってたら一目でうん一目で分かるひゆかファンファンサゲットタオルということでこちらのタオルはですね先ほどのラフな感じとかちょっとまあ私のこと好きだよっていうのが分かりづらいとか普段使いできちゃうよっていうやつなんですけどこちらはもうまんま私うん。 それ見ただけであっ比喩顔しじゃんってなるタオルになっておりますこれねえいともの皆さん必須アイテムなんじゃないですかはいこれ一目で見たら私反射しちゃいますもん絶対めちゃめちゃ目につく色でまあロゴっていうかでうんまあ説明していきましょう、はい、こちらじゃーんこのこんな感じですね めっちゃいいくないはい、じゃあポイント話していくんですけれどもまず字体がちょっと斜めカタカナなんですけどフルネームで「坂川ひゆかニコちゃん」っていう感じでちょっとなんか斜めな感じシャシャシャまずおしゃれ普通の坂川「坂川ひゆか」っ <laughs> 坂川ひゆか」みたいな「坂川ひゆか」っと切れてる感じめっちゃおしゃれじゃない えめっちゃ可愛くないそうここまずポイント、はい、続いてあこちらですねあの先ほどの T シャツパーカーは色が変えれたんですよ自分で好きな色に選べたんですけれども今回のタオルはちょっと色変更ができないですねだから私がもう決めた色になっておりますこれがまた可愛い この文字が蛍光黄色蛍光イエローになっていてタオル本体背景ですねが黒黒かける黄色ってもう目立つしし最強だ可愛くないもう私この配色天才だなって我ながら思ってしまったんですけれどもまあそんなこんなでそう「黒かける黄色目立つド可愛い」はい。 ポイントはいで続いて「フルネームだからひゆか推しアピールができる」これ大事これ一番大事「もうひゆか推しですよと」と自分はもうひゆか推しです夕 <laughs> 方もうこれ持ってないとうーん「<laughs> ひゆか推しですよ」私は僕は坂川日ゆか推しですよ。 型はもう絶対マストで持っていてほしいものですねいやこれもう目立ちますよねはいで続いてじゃじゃんおあそうポイントデザインポイントこれね「が」「坂」「が」で点々がつくんですよサーカーがテンテンが点々 じゃーん見えるかな稲妻になっているんです。雷マーク。それも可愛いあのー、なぜ稲妻にしたかというとまあこのねタオルの色味的に黒に黄色ってちょっとなんか雷っぽいというか、まあ、雷鳴うーんまあ9ィフ9 4の雷鳴っていう感じ <laughs> でちょっと雷かなと思ったのではい。 今回はそこのちょっと一癖ポイントがの点々が稲妻風になっているはいはれポイントですねそして最後これもポイントなのよ一番最後にこの顔文字っていうのかなニコちゃんの顔文字が入っててまあこれはですねなぜニコちゃんの顔文字が入ってるかというとまあ坂川ひゆかだけでもいいんですけどまあ、私といえば 私といえばそうなんですよね、うん、笑顔ってことなんですよ。E G A O 笑顔ということで、も、ま、う、あ、私はね笑顔がもうトリエというか、もう本当に誰にも分けないぞっていう <laughs> 感じなんですよ。だからまあそれも込めてニコちゃんをつけて。 じゃ,じゃーんこんな感じになっております可愛くないこれ最強だよこの3点セットねえだから絶対にゲットしてほしいそう本当にね私も普段着にしたいもん手てかするよしたいじゃなくてする。 そうえ待ってちょっと待ってえ和之さんありがたわおにぎりタワーありがたわです和之さんもゲットしてくれた気になってくれたかしらこのプレゼンでどうだった <laughs> どうかな気になってくれたよねゲットしたくなったよねえ買ったようだってありがとう お客様ありがとうございますいや本当にいい商品なのでね是非たくさん使ってください <laughs> そうだから本当にもう皆さん絶対に絶対にゲットして損はないと思うのでもうこだわりが詰まりずつ,つシンプルで普段着もできるということなのでもう是非是非ゲットしてほしいそうであの本体の感じ今イラストしかないんだけどあとは後からツイッターとかインスタにあの一つずつちょんちょんちょんって載せて まあこの紙もねちゃんとこのまま載せて、はい、あげようと思うので、まあ、是非今の解説でちょっと分かりにくかったよって方はそういうのも見て決めてくれたら嬉しいなと思います。あでねポイントがあるんだけどこの紙を見てなんか思いませんちょっと難しいんだけどこの紙何色使われてますか <laughs> 何色使われているでしょうかそうなんです実は赤青黄色ということで王道3色揃えちゃってるんです実は別に変えれるんだけどね <laughs> 色は変えれるんだけれども 私のおすすめカラーのままでいくと T シャツがネイビー青パーカーが赤そしてタオルが黄色信号機セットということでもう絶対ゲットしてほしいちゃんとそこも込めてますどの色でもでもやっぱりこの3色だよねでねそう だから、もう本当にこだわってこだわって作ったのでうもうこの紙にいっぱい詰め込みましたちょっとね、今、もう私の興奮の手ぶれで全然見えてないと思うんですけど後々、ちょっとこのね、写真もあげるのでよくこうやってズームして見てほしいなと思いますちょっと待ってね、伝え忘れたことないよねよしなさそう えどうだったみんな欲しくなったかなちょっと本当にねもうめちゃめちゃゲットして欲しかったから解説もしちゃったし後から詳しくもあげるんだけどそう気に入ってくれたねありがとう今すぐに欲しい欲しくなった今すぐにどうぞ <laughs> 今すぐにお願いします 追加注文しますあ,ありがとうございますもういろんな人にプレゼンしてくださいこのまんま伝えてくださいみんなにねデザイン作る時間どれくらいかかったえ意外とね私思いつきででくんですよだからどれも変更してないかもずっともう一発で書いたそう思いついたらそのまんま一筆書きっていうのそのままいっちゃうから全部一筆書きかも。 そうですまあでもね多分そのアップティーの方がちょっとうまく綺麗にしてくれたりとかそういう修正はあったと思うのでアップティーさんありがとうございますもうそしてこんな素敵な機会をありがとうございますもう私もアップティーでもう踊らせてください <laughs> 本当にもうめっちゃ楽しかったからアップティーさんさまさまです本当に CM もたくさん皆さん見てくださいね私もちょ踊れるようにしておきますはい <laughs> いやー嬉しいおカートには入れてみましたおあと一押しですよポチッといっちゃってくださいねだから本当にこういうねやっぱり私もゲットできるからみんなもゲットできるからお揃いができるこれもポイント私が「今日はアップなテンションでお話し会いしましょうね」とか言ったら。 これはもしやアップティーチャレンジってことでみんなねアップティーを着てくるとお揃いになると、えー、も,うもう実質ねお揃ろコーデですからねそうみんな「ひゆかちゃんお揃いっすね私もですね」そうそういう神がかった展開になるかもしれませんもうねポチッとしちゃってて。 お、はい、<laughs> お待ちしております、はい、だからもうそれぐらい私は熱意を込めて皆さんに届けと皆さんがたくさん着れるように着やすいように男女老若男女関係なく全世代のとか着れるようにあの設計というか、はい、デザインしておりますので是非今回気になった方ねゲットしてください。はい、ゲットです。 あのね今日の配信であの結構今コメントを見てると「ひゆかちゃんってこんな感じの子なんだ」って <laughs>「こんな感じの子なんです実は」ちょっとごめんなさい今日はでもいつもよりちょっと熱が入っております伝えたいこの気持ちということで気になってくれたら私自身もね、まあ、T シャツを通して私自身でもいいですし私自身を通して T シャツでもいいですしまあもうどちらの準備でもいいですはいありがとうございますぜひ 配信したらまた来てください。t シャツ着てみてください。<laughs> はい。そう、t シャツ着てお話し会も着て。どんどん来てください。もうどん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 ですよ。<laughs> はい、ということで。まあね。そんなこんなで、まあ、アップ t の解説はもうちょっと早口でね。もっとなんかゆっくり。こちらは？ 落ち着いてやりたかったんだけど、まあちょっとね、パパパパパッと時間の関係上なっちゃいましたけれども、まあ伝えられたんじゃないかなと思います。ね、迷ってた方も多分いらっしゃったのかな。ちょこちょこ、うんこれ買お買おうか迷ってますとか、うんこれはゲットしたけどこれはどうしようかなみたいな。全部おすすめなので <laughs>、迷ってた方はぜひもうしちゃってください。 はい。ということでまあ今日はねお話し会もあってまあこうやって解説もできてはあ満足した一日でした最高です。えめっちゃ可愛くないめっちゃ可愛くない <laughs> 可愛すぎでしょ。 私って天才なのかもこれずっと着てあげるんだからということではい <laughs> 今日は以上となりますもう少しの時間だったんだけど皆さんギフトもちょっと読めなかったんだけどありがとうたくさん似合うとかおにぎりとかおにぎりたくさん飛んでたなありがおにぎりありがとうございます感謝ですじゃあちょっとこのね落ち着かせて ランキング読んでいこうと思います皆さんありがとうランキング読みますねじゃあいきます13位ショくんありがとうございますカニと指ハートがありますありがとうちょっとぜひゲットして来てくださいねまたねありがとう続いて12位タケネコ17さんありがとうございますタケネコさんもぜひゲットしてくださいねありがとうまた見てね では続いて11位チョ位キンさんありがとうチョウキンさんもぜひゲットしてねお揃いしようまた見てねありがとう続いての順位が変わってしまったのでもう一回を見直します <laughs> 13位カニのた太郎さんありがとうぜひカニということでピースしてるぜひゲットしてくださいまた見てねありがとう では続いて十二位チョウキンさんありがとうまた見てください続いて十一位マユさんありがとうニコちゃんマークがついてるありがとう全部ニコニコなのでぜひゲットしてください <laughs> ありがとうでは続いて十0位ショウ君ありがとうまた見てくださいでは続いて九位コバさんありがとうございますぜひ来てくださいねゲットしてねまた見てください では続いて8位ハニマルさんアットマークエイト推し生誕再公演2回見てます2回目見てますあ嬉しい2回も見てくれてもう何回でも見てくださいそしてこれも <laughs> 全部つなげちゃうねありがとうたくさん見てねまたこれも見てねありがとうでは続いて7位ケイシンくんありがとうぜひゲットして会いに来てねまたねありがとう では続いて6位チョコミントさんアットマークサイン T シャツ届いた尊いすぎてあ着れないおこの T シャツとはまた別の T シャツということでじゃあその T シャツもゲットしたならこちらのアップティアップティということでゲットしてくださいありがとうそしておめでとうまた見てくださーいでは続いて5位ミカさん今日も好きが増したあー嬉しいやったニコちゃんもちゃんとついてる ありがとう。私も好きが増したよ。また見に来てください。じゃあ続いて4位バン、星さん、アットマーク、坂川解説、ありが解説員ありがとうございました。任せてください。派遣されてるんです。私はい、解説に向いてるとのことでうん。ありがとうございますね。是非多分解説員ありがとうございました。ってことはね。ゲットしてくれるとのことだと思うので、はい。お待ちしてます。ありがとう。また見てください。 では続いて3位こにタンありがとう多分途中からだったよねでもありがとうねぜひゲットしてお揃いしようねありがとうまた見てくださーいでは続いて2位ヒロさんありがとうそしてタワーもありがチョココロネタワーという感じなんですけれども本当に感謝しておりますありがとうございますぜひねヒロさんもゲッツしてくださいね お待ちしてますまたねありがとうそして1位は島田和之さん <laughs> 和之さんもおにぎりとありがとうおにぎりおにぎり美味しいよねありがとうございますねもう早速ゲットしたよって言ってくれてありがとうお揃いで着れる日を楽しみにしてますよ1位おめでとうまた見に来てくださーいはいということでラッキーカニカに行きましょう22位あ,あっきーさん ありがとうございます、あっきーさん、ありがとう。今は春だけど、春でもアッキーでも着れる T シャツ <laughs> ゲットしてください。おめでとう、ラッキーカニカニ。また見てね。じゃあもう一人の方いきます。はーい。ちょっと待って。いくよ。はーい。お、58八フォーコさんアットマーク香港。ありがとうございます。また。 見に来てねそして日本にも遊びに来てねありがとう、はい、ということで皆さん今日も少しの時間だったんですけど見に来てくださってありがとうございましたいや語り尽くしましたちょっとこの後、ね、あと、の、ね、ー、いろいろこのアップティーについて SNS 各 SNS で上げていきたいので皆さん拡散よろしくお願いします。 みんなもこの配信を見てくれた今日は6,092人の方が見てくださってありがとうございますじゃあこの6,092人の方はねゲットしてくれるということでうんありがとうございます <laughs> ぜひもうお揃いしましょうね楽しみにしてますはいではちょっと宣伝部行ってきます今日はこの辺で終了いたしますじゃあ最後に T シャツと写真を撮ろうか 映ってるかな映ってるちょっと映ってるか分かんないよじゃあ T シャツだけにするはいはいチーズはいまあ私がこれだと思ってくださいえかわいすぎないえかわいすぎないイェーイイェーイ、はい、ということで。 今日は皆さん見てくださりありがとうございましたまた明日もオンラインお話し会があるとのことなのでぜひオンラインお話し会でお話しできるのを楽しみにしていますでは今日も一日お疲れ様でした皆さん、えー、体には気をつけて4月楽しみましょうではおやすみなさい見てくれてありがとうございましたじゃあねありがとうおやすみじゃあね